はい、皆さんこんにちは。今回は帰化された有名人のうち、政治家の方についてです。石原慎太郎氏と選挙で、争われた異なる方です。荒井翔慶さんです。荒井翔慶さんは、日本の政治家ということで、大阪生まれで、東京大学を卒業されまして、で1973年に、大蔵省に入省されまして、で同期に、法務大臣の方や、元金融庁長官、国税庁長官と、大物が、たくさん、いらっしゃいまして、もし生きておられれば、日本の重鎮になられたと思います。で1986年の衆議院選挙で初当選しまして、以後4回、当選されてます。でこちらの方を調べました。昭和23年1月12日ということで、昭和41年10月27日の官報に載っておりました。ここなんですけど、こちらですね、電子版表示です。ご家族で帰化されてまして、翔慶さんは、昭和23年1月12日で、ですね、昭和23年1月12日ということ で、 生年月日が1とおられまして、パク経済さんで、通名が、ここには3つ書いてありますが、荒井隆さんと荒井隆夫さんとか、荒井という姓で、ありますので、荒井翔慶さんということで、荒井さん、荒井と生年月日一致しておりますので、荒井翔慶さんであることがわかります。で、この通名3つの他に荒井翔慶があるということで、通名は3つも4つも持ってますので、で、一緒に帰化されておられます方が、お父さんだと思われます荒井義夫さんと、でお母さんだと思われます荒井正恵さん、でもう一つの通名が大岡直恵さん、これ全然違う名前なので、ちょっと自分は通名は怖いなと感じました。で官報に載っておりまして、朝鮮と書いてありますので、在日韓国人の方であったことが分かりました。自由民主党の議員でした荒井翔慶さんは、帰化された方であることが分かりました。で、荒井翔慶さんは、ですね、1998年2月19日に、自殺されてしまいまして、当時の新聞にも出ておりました。残念な結果だったんですけど、こんなことになってしまいました。で、以前こういうですね、本を書かれておりまして、竹下氏や金丸氏にけじめを迫ったと、鋭い論客として活躍されてたことが分かります。で、こちらの文章でちょっともうちょっと詳しく書いてありまして、日興証券との証券取引法違反事件で逮捕許諾請求が出されていた荒井翔慶さんが2月19日ということで、残念な結果になりまして、ベッドの下には担当も残され、ウイスキーの空き瓶が散乱していたとのこと、衆議院が、その日の本会議で、逮捕許諾の議決をする直前でしたということで、で書いてあるんですが、また調べますと、自民党の衆議院議員荒井翔慶さんですが、16歳以下、東大に進学し、証券スキャンダルの最中ホテルで首吊り自殺したが、部屋が散乱していたこと、隣室の客が争った音を聞いていることから他殺説が色濃いということで、自殺ではない可能性がありまして、今後何か分かりましたら
ご紹介したいと思います。で、まあ、それを考えますと、このなんかのウイスキーの空き瓶が散乱していたっていうのも少しこのわざとらしい感じがしてきます。で、荒井翔慶さんは、選挙に立候補したときに、ですね、後援会長で鳩山雄一郎さんがいらっしゃいまして、それは鳩山幸男さんのお父さんということで、まあ、あの鳩山一族もこの、まあ、同胞ではないかなと考えられます。で、あの荒井翔慶さん自民党の議員だったんですけど、まあ、あの与野党ともに、どの政党も、まあ、在日非課人の方が活躍されているということが分かります。で、今回は、荒井翔慶さんについてお知らせいたします。以上にいたします。ありがとうございました。失礼します。